ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がテスラモデル X 2020年式、走行距離15,000キロ、こちらのお車になります。そして今回僕これ車の紹介じゃないと思ってるんですよ。何の紹介ですか？もう全く別の車じゃない、はい、別のもの乗り物の紹介だと思ってます。あ、車の紹介じゃなくて、はい、もう車っていうカテゴリーを超えてるって勝手に思ってるんです、はい、でただ予習しないとまずいんで、はい、ちょっといろいろ予習しようと思ったんですけど、はい、無理ですちょっと果てしない奥の深い車なんですよね、はい、ちょっと今までのその車っていう概念が全く当てはまらない、はいはい、別のなんか乗り物だな。そうですね。いつもなんか電気自動車どうこうなんかね、どうなりますか、あ、なりますかって言ってはいますが、ここまで奥深かったのかってことですよね。で基本はでもガソリン車からの派生じゃないですか、はいはいはい、でもこれガソリン車なく、はい、電気自動車スタートじゃないですか、はいはい、なんでもう全く当てはまらないな。そうですね、はい、だ人によってはそのスマホにタイヤがついてるとか、はいはいはい、っていう人もいますけど。そうですね、そういう表現がね、そのぐらいちょっと違う乗り物だな、はい、そうですね、はい、ただちょっとあの説明はできないんで、まあ、今回も一緒に見るっていう、はい、見ていただいて、はいはい、でちょっとリアクションありの、はい、あとはちょっと充電なんかも、そうですね、まあ、いろんな感じで、はい、見ていただければと思います、はい、やってみたいと思います、はい、じゃあまず外装からいきますか、はい、で僕あのいろんな動画、まあ、ちょっとこのテスラの車だけじゃなく、その創業者のイーロン・マスクさんの動画とか、はいはいはい、あとはその何ですかね、この車を作るそのものづくりの方の動画なんかもいろいろ見てたんですよ、はいはい、で思ったんですけど、はい、もうあの細かいことを気にしちゃダメですよ、特にこのモデル X に至っては。はい、その細かいことってどういうところですか？例えばその塗装がどうとかチリがどうとか、はいはい、正直、まあ、一周見てもありますけど、うん、はい、ちょっと褒められたレベルではないじゃないですか。そうですね、はいはい、もうそこじゃないぞと。そこじゃないです、はい、だから バンパーのチリがとかパネルのチリがとか塗装がとか、はいはい、なんかモールがちょっとはみ出てるとか、はいはい、そういうところじゃないのと、はい、もうなんかイギリス車とかイタリア車でチリがどうとか言う人じゃないじゃないですか。そうですね、はい、もうその感覚で乗った方がいいなと思って、はいはいはい、でもなんか年々すごくクオリティが上がってきてるんですよね。上がってきてますね、はい、で特になんか中国なんか今すごくって、うんうん、ギガファクトリー作って、うんうん、なんかそのさら地に工場を建てて車を出荷するまで11ヶ月ぐらいでやってる、はい、でものすごい今ちょっとものすごい勢いでこう、はいはい、いろんなことにチャレンジしてる。そうですね、中国何でも早いですね、はい、でもとにかくこうテスラのこの加速度的にこういろいろやる勢いが半端じゃないっていう。そうですね、はい、でも今回もやっぱりお客様買い取りだったんですけど、まあ、実際乗ってるテスラどうですかって言ったら、まあ、その方も、まあ、2,3 年後絶対来るよって言ってましたね、まあ、それぐらいのやっぱりもしかして僕たち追いついていないのかもしれないですね。いや僕も絶対来ると思ってるんですよ。そうです、テスラかどうか分かんないですけど、EV の時代が絶対来ると思うんです、はい、僕本当に、はい、冗談じゃなくて、まあ、それは絶対来ますよね、来ますよ。ただ今現在はこのなんかその扱いがちょっと色物的な扱いじゃないですか。そうですね、はい、まあ、ちょっとこうね、あのマイナス面をなんかこう押し出しちゃう部分がね、ありますからね。だと車の紹介に至っても、はい、なんかちょっと面白おかしく紹介されたりとかしてるじゃないですか、はいはいはい、こんな変わった機能がついてます、はいはいはい、そうじゃないと思うんですよ。そこじゃないと、はい、そこじゃないです。そこじゃないと、はい、ちょっと前置きが長くなりましたけど、はい、車の外装から見ていきたいと思います、はい、でも EV なんで、はい、もうデザインがもう全く新しい、うん、もうそのライトがとかバンパーがとかもあるんですけど、まあ、多くはだってそのラジエーターとかを必要としてないじゃないですか。ないですね、だからここに空気の通す風のあれないですもんね。全くないんですよ、ね、いらないですよね、はい、だからもうそれによってもう今後車のデザインもハイブリッドになったりとか、はい、EV になったりするともう全く変わってくるっていう、うん、もうまさにそれをお手本でいってるデザインですよね、うん。でなんか EV になると車の部品点数も劇的に少なくなるんですよね。少なくなりますね、はい、だいたい普通の内燃機の車が3万点ぐらい、うん、3万個ぐらいの部品を作って出来上がってるらしいんですよ、うんうん、それが EV になると2万個とか、うん、車によって1万個ぐらいの部品で作られる、はいはい、そうするとその工場もそれだけ必要なくなるんで、はいはいはい、まあ、トータルでいうとその CO2 がとか、うん、働く人がとか、はいはい、環境汚染がとか、はい、っていうのも影響をかなりしてくるらしいですよ、うん。でも意外に収納すごいですよ。そうなんですよね、すごいです収納。フランクにトランクに、はいはい、車内に、はい、でこんな前回りになってて、はい、あとこのエンブレムがちょっとこの浮いたデザインになってますけど、うん、これがなんかコイルをこう切り取ったというか、うん、こう一周こう円になるようにつなげるとコイルのデザインになってるんですよ。でなんかそのテスラコイルを発明したとこからなんか来てるんですよね、AC モーターかな、はいはい、
ちょっと僕の今回の説明はかなりこう至らない点があるんで、それはちょっと別のチャンネルとか自分でググって補足してください数字的なものは特に間違ってると思います。はいはいはい、こんな感じの前回りになってて、はい、だからもう今までのなんか車のあれが当てはまらないですよね、デザインが、うん、ライトなんかはまあちょっとこう今ガソリン車なんかでこんな感じの新しいデザインになってますけど、はい、意外にね、でもまあなんていうか派手じゃないですけどね。そうなんですよ、シンプルなんですよ、うん、シンプルなんですよね本当に、まあ、車で言ったらもうサイバートラックとかとんでもないのも控えてますし、はい、デザイン性もちょっとぶっ飛んでるという。そうですね、はい、こんな前回りになってて、はい、とにかくあと車が大きいですよね。大きいですね、はい、はい、もうどのくらいですか。もう本当にフルサイズ。フルサイズですね、はいはい、これ大きさは変わってないですよね、前の形からと言いますと。いやグレー、あの名前が変わってるじゃないですか、グレードの。あ、 100P とか。そうです、 100P と。今回はその中身だけですよね。中身だけ変わってるだけですよね、はい、そしてこれの次も出てるんですよね。出てます、はい、外装そのままですけど、はい、ハンドルがなんかちょっといよいよ来たなっていうハンドルの形になってるやつが、はい、で今回はあれですよ、だからロングレンジっていうグレードのものになりますね、はい、早く走れる方じゃなくて。そうです、はいはい、航続距離が長い方、ね、はい、高速距離が長いです。はい、そして足元はこんな感じで真っ黒黒のホイールで、はい、このホイールオプションですね。あ、そうなんですね、はい、なるほど、そこまでは調べてなかったです。はい、オプションこれ高いんですよ。あ、60万ぐらいしますからね。本当ですか。はい、そしてブレーキはしっかり、はい、対向の4ポット。ブレーキもなんかあんまりいらないらしいですよ、うん、AV って結局その何ですか、ワンペダルで乗れるぐらいな、はい、仕様にもできるんで、はい、まあ、実際の最終的な止まるところ以外、うん、実はいらない。いらないです。で、さっき後でまあ乗ってもらえれば分かると思いますけど、やっぱちょっと違和感ありますね、そこは。慣れないと。で、なんか設定もできるんですよね。ありますね。クリープがある設定にしたりとか、はいはい、ワンペダルじゃなくて、ちゃんとツーペダルで走る設定とかもあるんですけど、うん、そんな感じの足元だったり。で、当然足元はエアサスですよね。はい。車高の上げ下げなんかも結構。そうですね。このロングレンジになってから、エアサスの性能が良くなったって言われてますね。はい、だ結構その進化も。もう進化しますね、はい、だと走行性能がどうなんだって話なんですけど、うん、EV なんで床にこう全面バッテリーが敷き詰められてるんで、うんうん、もう走行もこう何ですか、低重心なんで、うん、侮れないんですよ、ね、侮れないです、はい、でなんかそのバッテリーも乾電池みたいなのがバーって並んで、うん、それをこうつなげてやってるんですよ、うんうん、であとはそのバッテリーもなんか結構皆さんバッテリー心配されません？ EV とかだとしますよね、まあ、普段のそのバッテリーの残量があるなしと、はい、もう一つ寿命、はいはい、でメーカー名は出さない、寿命大事ですからね、はい、メーカー名は出さないですけど、はい、某メーカーの某電気自動車って、はい、今小島さんご存知ですか、はい、オークションで暴落してるのが、どこのとんでもない金額になってるっていう、とんでもない金額になってるって結局あれバッテリーが劣化しちゃって、はい、なんかもうフル充電でも100キロぐらいしか走れなくなっちゃって、もう投げ売りされちゃってるっていう、はいはいはい、もうとんでもない価格にこう中古車サイトなんかで出てるって、はい、で、あれってなんか結局バッテリーの管理ができないかららしいですよね、うんうん、だからそのバッテリー問題ってやっぱありますよね、ハイブリッドもそうですけど、うん、で結局その電気の出し入れすごく熱を持つらしいんですけど、うんうん、その熱の管理ができてないとバッテリーが傷んじゃうらしいんですよ、うん、だからテスラに関してはものすごく緻密にその温度管理してるらしいんですよ、うんうん、だからバッテリーの劣化がほぼない、うん、ほぼないってちょっと語弊があるかもしれないですけど、うん、もう普通のそのいわゆる後から使った電気自動車みたいな、うん、ものよりかも圧倒的に劣化が少ないらしいです、うん、だこの先がちょっと分かんないですけどね。まあそうですね、はい、メーカーはもう5年だか10年だか分かんないですけど、はい、かなりかな長いスパンで劣化がないっていうふうに言ってるっていう、はい、こんな感じですいやでもそこが一番だと重要ですよね。一番重要だと思います、はい、そこは。特に中古車で買うんだったらどうなんだって話。そうですよね。だから結局その乗っててのコストパフォーマンス、いや、ね、ガソリンを安く乗れますよっていうのは目先だけであって、その後どうなんですかってところがやっぱ重要だと思うんで。バッテリーの乗せ替えに何十万円もかかりますとか。そう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 。いやだからバッテリー乗せ替えって言ったらもう何十万じゃ効かないんじゃないかと思いますよね。はい、だってプリウスですらもう何十万ですもんね。そうそうです、はい、でこの状態で下にこう、はい、たくさん敷き詰めてあるものを交換するって言ったら、はい、もう大変な作業になるので、うん、まあ、その辺も皆さん心配されるところだと思うんですけど、まあ、その辺も考えて作ったらしいです、ね、らしいですね、はい、であとはこの辺の取っ手がないという、はいはい、これもちょっとあとは中で見てみましょう。そうですね、はい、今回僕ちょっとリアクションはできないんです。で以前あのボンドプラスで全装備の紹介で、はい、モデル X を一回見ちゃってるんで、さんざん触り倒して、触り倒してはないんですけど。そうですか、はい、でも乗られてはいないですよね。乗ってはないです、はい、じゃあ今回のツッチのリアクション源は
乗ってのお楽しみということで、はい、ちょっと乗ってみたいと思います、はい、そしてあとはもうさすが大きいですよね。だからドアなんかも大きいですね。だから本当に大きいと思います。このサイズですからね、はい、なんとなくサイズ感触ってると嬉しいんですが、うん、一応 SUV ですね。4駆ですからね、はい、そういう位置づけなの で、 あと最初にも触れましたけども、はい、チリがどうとかっていうのは、うん、まあ、簡単に言うとこんな感じですよね。そうですね、はい、ちょっと段差がとか、はい、ちょっと浮いてるかなと、はい、浮いてるってこうパネルがぴったりじゃないかな、はい、ただそのなんていうんですか、こう明らかにこうすごくおかしいですねっていう感じじゃなく、うん、まあまあそうですね、はい、まあ別に許容範囲ですよ、うん、許容範囲です、まあ、だ気にするかしないか、はいはい、でもそれよりもね、ファルコンウィングですよ。そうなんです、そういうとこですよ、はい、そういうとこです。フェラーリのチリがどうとかって言わないじゃないですか、はいはい、走りじゃないですか、はい、スタイリングじゃないですか。そうですよね、はい、同じだと思うんですよ、はい、ただこれも良くなってきてるらしいです、はい、であとはどうしましょう、後ろ行きますか、はい、後ろはまあいいんじゃないですかね、はい、でここがちょうど充電の鍵が、はい、こんな感じで、ここにブスッと。でテスラのやつちっちゃいんですよね。小さいですね、はい、あの普通の規格の EV のやつだと結構大きいじゃないですか、はいはい、その辺結構スタイリッシュだなって、うん、でまたこのデザインいいですよね、うん、このリフレクターの裏に隠れてるっていう、うん、でなんか差し込む時もなんかボタンがあって、抜こうと思っても抜けないんですよね、うん、抜こうと思っても抜けないんですよね。ボタンを押してなんかここの色が変わらないとスポッと抜けないと。あ、そうなんですか。そうっす、なんからしいです。じゃあ続いてリアを見てみたいと思います、はい、でリアが真っ平、うん、これって多分あれですよね、空気抵抗的なものとか、うん、でしょうね、はい、プリウスなんかもそうですけど、はい、こうスパッて切るとなんか空気抵抗が良くなるんですよね、はい、絞ってスパッて切るんでしょう、うん、だから結構真っ平なテールランプなんかも全然出てないし、この辺もね多分計算されてるんでしょうね、ルーイングなんかも、ね、そうですね、はい、こんな感じのトランクも開けてみましょうか、はい、はい、この辺は至って普通な、はい、こんな感じのトランクになってて割と容量はある。そして開口部もでかい。いや、もうすごい収納ですよ、はい、この深さ、はい、これぐらい手が入ります。そしてちょっとアナログですけどこれ板下にも置けるんですよね。うん、置けますね。でこれ今上でこの状態ですけど、この一段低くも置けるという、うん、これですか。いや結構詰める、うん、こういうところね、うん、だゴルフに旅行にこうやって使えるんじゃないかなっていう、うん、今ここに上に乗っけた。あ、こういうことね。ちょうどです、はい、でこれも倒して使える、はい、うん、こんな感じ。これが通常のパターンですかね。そうですね。だからゴルフバッグなんかも余裕で詰めそうですね。ちょっと積んでみます。はい、よいしょ。十分でございます。あ、もう全然十分ですね、はい、ゴルフとか最高じゃないですか、はい、ゴルフ場だいたい充電器ありますし、はいはい、ね、プレーしてる時にね、させておいてもらえればね。あといろんな方のレビューって言ってましたけど、うん、これでゴルフ場に行くと結構話しかけられたりとか、うん、あ、そうなんだ、はい、物珍しそうに見られたりとかするらしい、はいはい、ゴルフ場とかね、皆さん車好きな方多いですからね、はい、だから結構充電器設置されるのも早かったですよね、うん、だいたいついてますよね、はい、打ちっぱなしもゴルフ場もこんな感じのトラックになってます、うん。そうだ、そういえばそうだ、この方最後、はい、買い取り行く最後の前日にゴルフ行ったら、はい、あの買い取りしてって言って。え、なんでですか。え、最後にゴルフに行って、はい、うちに売ってもらった。そうなんです。そうそうそう、最後にもう一回行っとくかって行っとくこれで。なるほど、 OK ですかね、はい、はい、あと内装を見てみますか。じゃ続いてボンネット、はい、フロントトランク、フランクをちょっと見てみたいと思います、はい、広い、広いですね、まあ、テスラのいろんな、はい、車充電キットとか雨物もね、はい、入ってますね、積んでありますけど結構ありますね。ゴルフバッグはさすがに無理ですけど、結構長物もいけちゃいます、ね、はい、そうですね、深さこそないですけど、うん、やっぱ収納すごいですよね。だからもう結構便利に使えちゃう、便利に使いますね、うん、そしてボンネットがこれスチールですよね、多分。そうですね、ちょっとこの辺アメ車感感じますね。そうね、感じますね。あとさっきカメラマンが言ってたのは、はい、この修復したらすぐ分かっちゃいますねっていう。あ、そうね、修復したら、ね、パネルの裏の色とか、はいはい、
塗りもすぐ分かっちゃいますね、はい、確かにちょっとインシュレーター欲しかったですね。そうですね、あれですかね、結局エンジン音出ないから、音出ないから関係ないんでしょうね多分。ビジュアル的にちょっと蓋してほしくないですか、この剥き出しより、うん、裏側見えちゃうじゃないですか。そこら辺はまあこれと同じ生地でいいからちょっと貼ってほしかったですよ、パネルこうプチプチってやつで。いやそれはそれ気にするんだったら地域にしろってなっちゃうけど確かにここはもう確かにそうですね、開けないでしょってことで、失礼しました、はいはい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、で内装を開ける鍵がもうポルシェみたいな、そうですね、はい、こういう形という、はい、でこれ近づくと勝手にドアが開くっていう設定もできるんですよね、はい、できます、はい、で今回してないんで、はい、この取っ手を押すと開くという、これちょっと危ないと思いきや、うん、もう車のいろんなところにカメラがついてるので、そうですね、センサーがね全部見てるんですよね、全部見てます、フェンダーのところだったり、はい、ピラーのところだったり、はい、だからこう障害物があったら開かないんですよ、そこまでしか、はい、今この何もないんでこう割と開いてますけど、うん、まあ、この辺も便利に使えるし、うん、もうそこを心配するなと、そこは心配しなくて車が全部やってくれる、やってくれます、はい、で内装はやってまいりました。テスラといえばこの真っ白白の内装、これあれですよね、なんか汚れにくいというか、うん、なんかテスラの CM じゃないですけど、CEO のツイッターかな、なんかやつの、うん、ワインこぼして拭き取って全然シミにならないみたいな、うん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 、全然ちょっと汚れない、綺麗ですよね、はい、実際汚れてないですよ、はい、やっぱり白だと皆さん気にされるじゃないですか、はい、なんでその辺のちょっとへたりもないし、色もそのまま真っ白白のままです。で内装はもう内装こそなんか今までの車の概念が当てはまらない、うん、まず物理キーがほぼない、ないですね、もう iPad のでかいのみたいのがついてるだけっていう、はい、まあ、ほぼないですね、本当にないですね、ライトもないし、はい、あライトっていうかあれか、うん、そうですよね、ライトないですもんね、エンジンスタートもないですからね、そうですよね、はい、でサイドブレーキもないですからね、シフトとワイパーとパワーウィンドウぐらい、はい、であのまあおもちゃですよねいやいや、もうそういう感覚ですよね、それぐらい、それぐらい、はい、もう車じゃないっていう、はい、でもう至る所にベンツの匂いを感じます。そうですね、見慣れてる方はワイパーだったりシフト関係だったり、はい、パワーウィンドウのスイッチなんか、はい、思いっきりメルセデスじゃないですか、ですね、はい、まあ、この辺がだからうまいことパーツ流用じゃないですけど、はい、共通化させてコストと多分納期の削減になってるんじゃないでしょうか、多分。じゃあ乗ってみてください、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。よいしょ、乗った感じはシートはちょっと今までにない感覚です。じゃあスポーツシートってね名前になってますけどね、ホールドは割といいです。背中なんかは結構しっかりホールドしてくれる、サポート大きめで、座面も割としっかりサポートしてくれる。ただレザーの質感がちょっと今までにないですよね、うん、なんすかね、なんか本当にソファーみたいな感じでね、うん、ちょっと柔らかい家具というか、確かに確かに確かに、はい、ちょっと車のシートに今までにない感じの手触りです、うん、そして内装はこんな感じです。ステアリングともうこの辺のボタンも超シンプル、割と最近進化が著しいんでこの辺にぎやかになりがちじゃないですか。そうですね、はい、本当に必要最低限のものしかついてないと、はいはい、でこのメルセデスと同じシフトとワイパーとで当然これですよ、はい、小島さん知ってますこれ、うん、車の仕様が反映されるらしいですよ。あ、内容がね、はい、まあでもそこら辺ももう全部あれだからね、コンピューターだからね、いけるよね。だから青い X 買えばモデル X 買えば青らしいですよ、うん、青青はい、っていう話です、はい、この辺もで、やってまいりました。このどでかい、何インチでしょう、分かりません、ちょっと注釈で入れときたいと思います。もうこれがもうよくそのスマホにタイヤがついたって言われるところ、うん、もう本当に iPhone、うん、iPad っすよね。そうですね、ここで全て全部で、また設定がめちゃくちゃ細かくできるんですよ。細かくできますね、はい、でも車高もこんな感じで何センチっすよ、モードによって。で自動、コンフォート、スポーツ、アドバンスト。でライトも、もう iPhone の設定画面、似せてあるんですかね、そんなことないですか。多分なんかあるでしょうね、ちょっとね、似せるのね。で運転のモードも、これがあれですよね、ブレーキがどのくらい効くか、はいはい、ブレーキ、ワンペダルで操作できるやつホールドかな、うんうん、はい、まあ、クリップ作り出したりとか、うん、加速なんかもこの辺も全部この設定できてやってまいりました、我らがテスラオートパイロット、はい、この辺も全部細かく設定できちゃいます。ただあえて掘り下げません。なぜかもっと上手に紹介しているチャンネルがいっぱいあるからです、はい、皆さんはそっちを見ましょう、はい、で、まあ、他にもディスプレイとか走行データとかナビゲーションとか、はい、いろいろありますし、あとは
シートヒーター、はい、あとナビももう iPhone、iPad なんですよ、ね、ですレベルが。でこれもこっちもできるんですよね、うん、はい、もう訳が分かりません、すごすぎて。逆にね、使いにくいのかな、慣れない人は。そうですね、もう全く新しい感覚ですからね、うん、でなんかこれ使ってるコンピューターがめちゃくちゃ高いらしいですよ、うん、100万円って言ったかな、120万円って言ったかな、パソコンで言ったら、パソコンで言うと、うん、そのぐらいめちゃくちゃ頭いい CPU を使ってるらしいです、ね、でなおかつそのそれなんでそれやってるかっていうと、自動運転をそのやらせるには結局それぐらい頭がいいやつじゃないとできないらしいです、うん、でしかもなんかそのいろんなコンピューター普通の車積んであるじゃないですか、うん、エアコンだったらエアコンのコンピューター、そのオーディオだったらオーディオのコンピューター、メーターだったらメーターのコンピューター、ライト周りのコンピューターだったらライト周りのコンピューターって、うん、いろいろ積んであるじゃないですか、うん、でテスラってそのコンピューターが極端に少ないらしいんですよ、うん、モデル3だかな、うん、は確かなんか3つぐらいしか積んでないっていう、うん、でなんで3つしか積んでないかっていうと、結局いろんなところのメーカーのコンピューターを使わざるを得ないじゃないですか普通の車だと、うん、ベンツでもそのサプライヤーのどっかサプライヤー、シーメンスだったらシーメンスとか、うん、ナビだったらアルパインのナビとか、うん、でそれをやっちゃうと横の連携がなんかできないらしいんですよね、うん、できなくないですけど、うん、やるのにすごく大変っていう、うん、大変ですよね、うん、でやっぱり自動運転だとかなり細かく緻密にその制御しなくちゃいけないらしいんで、うん、全部自社ですごくシンプルなシステムでっていう風にやってるらしいです、うん、でもとにかくもうコンピューターがすごく少なくて集約されてる、うん、でなおかつこれがアップデートできるんですよね、うん、でももう リモートでできるんですよね。そうっす、はい、iPhone とか iPad と一緒じゃないですか。同じです。だから今までなかった機能がアップデートしたら増えたりするんですよ、はい、でこれなんかアップデートをなんかまとめてやってるシーン、小島さん見たことあります？はい、いや、ないです。なんかこのテスラのカープールでなんかそのリモートで全部そのアップデートするその動画があったんですけど、もう駐車場に1000台ぐらいこうテスラ並んでて、全部ウィンカーそうウィンカーが光ったり、ライトが光ったり、室内灯が光ったり、ピコピコちょっとなんかもう軍隊みたいな、ね、いや本当本当本当です、ね、本当にね、だそういう風にして操作して、うん、やあれだスターウォーズのあれだ、いやまさにそうです、世界だ、ね、まさにそうです、兵隊がねこうねクローン人間と同じだね、でなおかそれこの自動運転をあの最終的にはもう全部寝ててつくようにっていうので、うんうんうん、全部データ収集してるんですよね、うん、でなんかその協力いただけますかなかみたいなのが出るんですよね、うん、確か、あそうなんだ、そうっす、でそれ協力しますはいにすると全部そのデータが向こうに上がって、うん、ただ全部データを送るととんでもない膨大な量になっちゃうんで、うんうん、なんかオートパイロットを使ってない時でも、うん、オートパイロットを使ったシミュレーションをしながら運転してるらしいです、うん、でそのオートパイロットのシミュレーションと人間の動きのズレが出た時だけ、うん、その送るようになってるらしいですよ、うんうん、向こうにね、そうです、うん、でそれを膨大なデータを貯めて進化してるっていう、うん、でそれも僕がこんなあのちょっと語彙力のない説明するより僕的にはちょっと見ていただきたい、はい、あのチャンネルがあるんですよ、ものづくり太郎チャンネルっていうのがあるんですよ、はい、そこのあの、うん、人がめちゃくちゃ詳しくその辺、うん、面白く解説してるんで、はい、小島さんもちょっと時間あったら見てください。そうですね、それ見てまたね、車見たら全然違いますよね。やばいっすよ本当に。本当に。まあそんなところになってるんで、はい、ちょっとこの辺はあえて省略します。そうですね、はい。ちょっとね、上辺だけのところを紹介する感じで。そうですね、いやだから上辺だけ紹介、まあそうですね、うん。もうテレビとかだとそこだけじゃないです。ここだけなんですよ紹介してるのが、うん、おもちゃ箱を楽しむ。はい。ね。焚き火する？そう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 。くつろぎましょうか。そうすると暖房が出ながら、うん、だからこういうのが良くないと思うんですよ僕。いや良くなくないですけど、こういうのにスポットを当てて紹介するっていう仕方が良くないと思います僕。それキャッチーだからさ、みんなやっぱりこういうところからじゃない、けどここじゃないじゃないですかテスラのすごいところって、うん、まあ、ね、そう ね、うん、でここを前面に押し出すからなんか色物扱いされちゃうんですよ、うん、そうじゃないんですよ僕が言いたいのは。そうですちょっと市場の時にもっと激しく言います。ちょっとそうこういうとこじゃないですよ。でもこういう機能もありますよって。じゃあ、あれ、ブーブークッションとかですか。そう、はい、ね、あとこれね、モデル車踊るやつですよ、ね、踊るやつ、うん、ダメなんだ、うん、これ著作権で引っかかる可能性があるんでこれみんな上げてるんでこれ見てください、うん、はい、モデルね、これね、楽しいですよ。火星って何ですか。火星の地図、地図に火星を、ほらそういうのもあるじゃん皆さん。あ、結局こういうので、うん、あ、火星も表示できるんですか、はい、まあ、必要か必要でないかって言ったらちょっと疑問符がつきますけど、うん、あとそのハンドルとブレーキでゲームができたりとか、うん、充電中その待ってたりするんですよね、そう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 、でもそこばっかりこうフォーカスされちゃいけないと思うんですよ僕。そこじゃないんですよ本当に。
僕はそういうとこ好きですけどね。見たいです。なんかみんな動画っていう動画でこの間もテレビでなんかテスラの特集やってましたけど、うん、それもなんかその自動運転なんかちょろっとしか触ってなくて、うん、なんかちょっとそのブーブークッションの機能があるとか、うん、なんかその暖炉の機能があるとか、うん、そういうとこばっかりやってるんですよ、うん、そうじゃねえんだと、うん、はい、テスラ舐めんなよと。そうです、はい、今この車っていう業界にこのイノベーションが起きようとしてるんで、うん、はい、ちょっとそれも市場の時に全部言います。はい、はい、まあ、ちょっとこの辺はあの他のチャンネルを見ましょう僕が言うのもなんですが、そして、まあ、車的な紹介に戻るとドリンクホルダーがついてて、これ外せるんですか。あ、外せるんですね。ありがとうございます。じゃあアメリカサイズ の、はい、あの頭のおかしい、はい、あのサイズの飲み物も、はいはい、2リッターのペットボトルもこう挿して運転できるわけですね、はい、最高です。もう糖尿病まっしぐらみたいな、うん、そしてこの辺がクリッてひっくり返って小物入れ、はい、でこっちは普通サイズのドリンクホルダーと、これ開かないんですかね。開かないですよね。あ、スライドするだけですね。はい、スライドしてドリンクホルダーが出てくるタイプとなっております。そしてペダルはもう意外に質素、ステンのカバーぐらいついてるかと思えばないです。そしてまあフットレストって言っていいんですかね、まあ、ちょうど足が置けるスペースはあります。ただプレートも何もないんでちょっとこの辺へたっちゃいそうですけど、こんな感じの足元になってます。あとこれもしかしたら日本仕様だけかもしれない、ちょっと確認しないと分かんないですけど、うん、ここモニターがついてちゃんと助手席側のブラインドが見えるようになってると。ちょうどミラーの下ですよね。そうですね。僕多分キノコミラーの代わりじゃないかなと思うんですけど、うん、ちょっとごめんなさい、それだと思いますよ。キノコミラーの代わりです。そうですよね。だから多分日本仕様だけですよね、はい、これがついてると。でこの辺の質感ウッド悪くないです、全然。このレザーも悪くないし、これスウェード調のピラーだったりも、これアルカンターラのか何のかちょっと分かんないですけど、はい、そしてバイザーがマグネット、はい、この日ここの屋根ルーフ、これすごいっすよね。ここまでルーフですから ね、 ここね。ただ僕思ったのはこれ飛び石食らった時にガラス交換代が高そうっていう。とんでもないですねとんでもないですでもこれ最初乗ってた時にね、はい、これ乗って帰る眩しい時、はい、バイザー見つからなかったもんねどこ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 っていう感じで、はい、こんな感じになった。でこれこのもう一個開けないんですよね。こういう感じで、はい、入れますね。でこれ LED もふわって光るんですよね、うん、マグネットが入ってるんです。こんな感じになっております。でもよくよく考えたらこの大きなフロントガラスでちゃんと安全性も確保されてるわけじゃないですか、うんうんうん、すごくないですか。すごいですね。横転した時とかも全部考えられてるわけですよね、うんうんうん、ちょっとサンルーフいらないですね。未来をね感じますよね。すごいね。でしっかりここまではスモークになってるんで、うんうん、まあ、普段日中運転しても眩しくないらしいです、うん、はい、ね、あと、はい、ちょっと扉もね、あ、そうですね、こういう感じで開きます。開くのも開けます、はい、あとこの車両の設定でその近づいたらドア開けるとかですね。自動ドアか、うん、はい、コンドアとか、はい、この辺もできちゃう。こっちでしょうか、閉め忘れとか。こっちのこれはロックした時ですよね、うん、はい、でこの辺もだからもう携帯っすよね、スマホっすよね、うん、全部できちゃうと。さっきの近づいたら開くっていうのは自動ドア、キーフォブで全部閉じる、オートロック、チャイルドロック。これ自動ドアなのかな、それ。自動ドアだと思いますよ。ファルコンだけでしょ。高さの自動だから。ほら、運転席ドアが開きます。はい、ダブルクリックすると開きます。チャイルドアを閉じると。はい、じゃあやめておきましょう。はい、危ない。オフです。で、さっきの車両でしたっけ。クイックコントロールか。はい、これで後ろのドアなんかも開けられると。これなんかちょっとこの近未来なのと、うん、僕バックトゥザフューチャーのデロリアンがなんかつながりました、うん、デロリアンがね、はい、デロリアンもこのタイプのドアじゃないですか、ね、うん、でなんかちゃんとつながったなって、うん、ちょっと降りましょうか。じゃあ開けます。そして中は余裕の広さ、結構高くまで上がりますけど、これも自動でセンサーもできますね、はい、まあ、狭いところだったら狭くしか開かないと。で中はこんな感じで、ここだから開いてるとめちゃめちゃ乗りやすいですよね。乗りやすいですね、はい、でちょっとシートのホールド性だったりはちょっとリアに関してはうーんって感じかもしれないです、
じゃないですか、うん、もうちょっとフロントのシートぐらいちょっとサポートしてほしかったなっていう。あ、でも一応リクライニングとかするんですか、ね、します、はい、そしてスペース的にはもう十分十分ですね。そしてフロントの座席のこの下にも 足が入りますし、うん、閉めてみましょう、こっち側だけで。あとすごいのはこのシートの下知ってます、これスカスカなんですよ、ここの下ね、はい、だいたいガソリン車とか普通の内燃機の車だとこう出っ張ってるじゃないですか、なんかね入ってる、ね、フロアが真っ平らなんでその辺もしっかり平らっていう、うん、ちょっとこう、あ、確かにアームレストとか欲しいかもしれないですね、うん、違います小島さん、未来なんです。未来がアームレストないの？いやいやいや、もう ないです。もう高速で瞬時に移動しちゃいますから、はい、いらないんです。 あっという間に。ちょっと開放感ありますね、ルーフ高いですよ ね、 高いですね。しかもそのガラスのところがえぐれてるんで、全然あの外人さんが乗っても、外人さんって言いかせんか、アメリカ人の大柄の方が乗っても全然大丈夫そう。ガタイがこっちの人はちょっときついかもね。確かに、うん、幅はそんなにあるわけではないですか、うん、全然、はい、で装備的なものはどんな感じですか。エアコンの吹き出しだけだけですね、はい、あとタイプ C が2系と、はい、この下とかないんですよ、ないです。あ、ドリンクホルダーの、はい、こんな感じでついてると。まあでもこっちにあるんで十分です。では参りましょう。ブレーキを踏むと閉まるという、うん、そしてキーをオンにするっていうもう概念がないという、ね、はい、走り出す、はい、テスラはバッカラメ行ってみましょう。安い、めっちゃ見やすい、こういう感じでサポートも、はあ、まあ自動運転しようとしてる車ですからね、うん、まあ、この辺のサポート関係は多分今販売されてる車の中で一番じゃないでしょうか。すごい。でテスラは乗ったことないんですよ、初めてなんです僕。乗ったことない。ないです。はい。シュイーンって音すらないですね。無音ですね。うん、なので今日は、はい、乗ってみようシリーズなんで、はい、高速に。うわー、電気自動車体感の時と同じです。あ、今ワンペダルになってるから、今ブレーキ踏んでないのにめっちゃ減速してます。はい。これ設定できるんですよね。うん、はい。ちょっと設定変えたいと思います。運転モード。あ、これはあれですね。パーキングに入れないとダメなんですか。クリープにしましょう。はい、クリープに入れると、あ、普通のオートマですね。はい、内燃機みたいなオートマの。はい、だからこの辺ができるという。ホールドにしとくと本当にブレーキ使わないって話ですよ。うん、ワンペダルで乗れちゃうっていう。最後のホールドに乗ってきたんで。最後の停止まで行けちゃうとかっていう話ですよ。うん、車のちょっと話そっちのけでいいですか。うん、小島さん、テスラ創業者のイーロン・マスクって何歳か知ってます？知らない。49歳。若っ。やばくないですか。若っ。でみんな結構そのテスラのその何ですか、うん、こう例えばその機能も面白おかしく紹介されたりとか、うん、なんかその電気自動車っていうところだけスポットを当てて紹介されてたりするんですけど、うん、もうその全人類のエネルギー問題にこうイノベーションを起こそうとしてるんですよ、うん、はい、だからこいつ何、僕たちが考えている桁と全く違う。そうなんです、はい、いるってことだよね。こいつ何を言ってるんだっていう方がいらっしゃったら、うん、ちょっとまたさっき言ってた別のチャンネルの話になっちゃいますけど、うん、イーロン・マスクの偉人伝みたいな話を、うん、芸人の中田敦彦さんが、うん、YouTube 大学っていう自分のチャンネルで紹介してるんで、それ見てください。そうするとイーロン・マスクっていう人がどんだけやばいのか、うん、もう振り切れた人なのかっていうの分かるんで、で、あ、確かにこういう人が車作ったらこうなるわっていう、でそのエネルギー革命を起こすための一つの手段として今作られてるのがこのテスラなんですよ。でそのテスラのヤバさは、そうさっき言ってたそのものづくり太郎チャンネルっていう人がエンジニア目線でテスラがどんだけすごいのかっていうのを話してるんで、それ見てください、
そういったところね、奥深いところは。そうなんです、はい、で素人のリアクションはこのチャンネルで感じていただくと、はい、そうですそうすると3つでこう完成する感じなんです。完成する感じで、そうです、はいはい、すごい、まあ、当然なんですけど超静か。静かですね。そして思ってた以上にすんなり受け入れられます、うん、うわこれ液晶明るあれ、ね、これちょっと液晶の明るさ調整しないとダメですね。夜っていうかこの暗いとこ入ったりすると明るすぎてちょっと目が、いや走りは意外にいいっすよ。そうです、重心が低いっていう感じの。そうですね、すんげーどっしりしてます。でステアリングフィールはちょっとやっぱりドイツ車乗った後だと違和感ありますね。あ、どういう軽い感じですか。いや今までにない感じです。あ、というとどんな感じ。なんかコーナーとかもずっとこう少し負荷をかけてハンドル切ってないといけない感じです。なんかドイツ車って結構そのハンドル切るともう勝手に車がそっちの方にこう行く感じあるじゃないですか。これなんかずっとまっすぐ行ってますね。だからカーブしてると曲がってる時もハンドルずっとこうちょっと力を入れてこう当ててないとずっと車がまっすぐ行っちゃいますね。足回りとハンドルが一体化してないような感じかな。そうですね。あとステアリングフィールも結構独特っす。あのタレントのユージさんが、あのモデル3乗ってたんかな、乗ってるのかな、乗ってたんかな、うん、って言ってましたけど、あの結構そのステアリングレスポンスが敏感すぎて、もう1ミリ切ると1ミリ動いちゃうっていう、遊びが極端に少ないっていう。やっぱ電子がより強い感じですね。制御系なのか、それともそのオートパイロットでその緻密に操作するためにそういう味付けにしてるのか分かんないですけど、もうとにかくそのちょっと今までのガソリン車の感覚から言うと違うっていう。で今これ出てますけど、その道路状況も全部メーターに出るんですよね。前走ってる車とか障害物もそうです。車線も今1車線しかないんで1個しかないですけど、2車線になれば2つになるし、3車線になれば3車線出るし、トラックが後ろから来ればトラックも出るんですよね。で S クラスでおーとか言ってましたけど、もうテスラはこれでやってるっていう。今出てるモデルあれだもんね、この液晶が横になってるんですよ。そうですよ、うん、もう普通にだって17インチって言ったっけな、もうノートパソコンですよ ね、うん、ねハンドルに至ってはもうこの形じゃないんですよ、うん、そうナイトライダーね、ナイトライダーね、もう僕の考える未来の車の形のやつですよね、うん、でまたあの、ね、このさっき紹介したプラスでいろいろね、いろんな電池でつけたり、あ、そうですね、やってるみたいですからね。できるみたいですね、はい。だ結構内装はアメ車に近いみたいですよ。ハーネスとかもそうですけど、うわめっちゃ乗り心地いい。だから本当にあのみんな今色物扱いしてなんかちょっと特殊な存在として扱われてますけど、僕数年後には本当にテスラが結構もう本当に何ていうんですか、身近な存在になってると思ってるんですよ勝手に。日本ちょっとあの電気自動車に対してこう後ろ向きというかあんまり前向きじゃないじゃないですか。ヨーロッパなんかもう各メーカー主力の EV があるし、だからその日本人のいいところでもありちょっとそうじゃないところでもあるよね。そうですね、やっぱり新しいものってさ、やっぱりね、なんだろう、まあ、変な話ワクチンもそうじゃない、やっぱりね安全性があっていいんだろうけども、車もそうだよね、電気自動車もっとあってもいいんだけどね。でもそれ人間としてのあの正しい反応らしいですよ、うん、まず拒絶するっていう、うんうん、で大体受け入れられていくのに時間かかるっていう。ただちょっと特に日本はあの他の国から比べて少し電気自動車に対するちょっとその拒絶反応が大きい、うん、でも意外に僕もその今回テスラ買い取りさせていただく話とかもらってる時にふとよくテスラって思い浮かべてみたら結構走ってるんですね、街中走ってるんです、めちゃめちゃ売れてますよ今。結構走ってますよ、うん、でモデル3がまだ納車が全然進んでないんであれですけど、うん、あの値引きして120万だ150万ぐらい安くなったんですよ。だそれで爆発的に売れてるらしいですよ今世界中で。だその申請もねうまくいくかどうかそういうのも分かんないしね。だから僕勝手にスマホがあの iPhone3G が出た時と同じだと思ってるんですよ今、うん、一部のこう敏感な人とか、うん、ちょっとその新しいガジェット好きの人がこういち早く飛びついて、うん、おこれいいよこれいいよって言ってる状態だと思うんですよ。時期に多分これがこうスタンダードになってくると思うんですよね、うん、スマホの時もそうだったじゃないですか。そうですね、そんなテレビがついてないワンセグついてない携帯それ誰が欲しいのみたいな、物理キーの方が使いやすいっしょみたいな、うん、でも結局今みんなもうスマホじゃないですか、うん、あ言ってればモデル3が来ましたこれ。本当だ、
いいな、未来だな、埼玉もじゃあの着実に未来に近づいてってますね。でも品川ナンバいやでもまさに本当そうなると思いますよ、うん、パソコン出たての頃もだって国内の各メーカーはいやいやもうワープロで十分しょみたいな、うん、パソコンはパソコン、ワープロはワープロ、別にそこを駆逐されることはないでしょって言ったら、うん、もう全部生き残ってないですからね、うん、で EV 確実に来ると思いますよ、うん、いやもう来ない流れじゃないもん ね、 もうね、ただ日本はエネルギー問題があるんでちょっと足並み揃えられてないというか出遅れてるっていうのがあるらしいですね。結局その EV にしていくんだったらその国のエネルギー問題も一緒にやっていかないといけないらしいんですよ。だそれが日本だとその政府とその車のメーカーの考え方がかけ離れすぎてて全然そこが連携取れてないとかっていうのは言ってました。縦割り作業ですね。だからテスラはもうそれごとひっくり返そうとしますから、今なんかそのバッテリーの とてつもない大きさのを敷き詰めたようなその施設を作ってるんですよね。でそこで全部電気貯められるようにして、あと家にもその電気貯められる機械をつけようとしてるんですよね。それで家の電気も全部賄えてテスラの充電もできてっていう、まあ、だからねもう電気オール電気、そうですよ、そう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 、結局電気の供給ができなかったらオール電気でもね災害の時ダメじゃねっていうところを電気が貯められるようになったら普通にできるでしょ。そうなんですよ。で全固体電池とか超安全性の高い、うん、あの急速充電もできる電池も今開発してますし、その辺がそのさっき僕が言ってたものづくり太郎チャンネルっていうところでめちゃくちゃ詳しく解説してるんで。で車のレビューに戻ると多分多くの人が普通に受け入れられると思います、うん、助手席に乗ってますけど何だ変わりないです、ね、何だ変わりないです、はい、普通に乗れちゃいますよね、はいはい、だからちょっとちょっと踏んでもらいたかったんですよね。踏んでみますよ、うん、おこのモーターの加速やばいっすよね。やばい、超速い、一気に来るもんね、超速いです。なんてこう、まあ、エンジンでグワーっていうのはないですね。ないっすね、ないっすね、ジェットコースターですよね。もう最初からグワーってちょっとでも独特だな、結構アクセルもそうだし。これで別に速い方じゃないんですよ、このレンジが、はいはい、いや体感もっとやばいですよ、本当に、はい、体感苦しくなりますもんって、はい、G がやばいです、あれは。体感も最近よく見るようになりましたね、はい、そうですね、人気みたいですね、納車がどんどん始まってってるみたいで。だから今 EV って正直まあ、日本のその環境もあるかもしれないですけどちょっと頑張って買う車じゃないと思うんですよ、うん、僕勝手に、うん、ちょっとお金と、まあ、その充電関係もそうだし、うん、ちょっと時間とお金にゆとりのある方が、うん、こう新しい感覚をちょっと体験するために、うん、ちょっと EV に乗ってほしいです、うん、だこれもだから多くの人に勧められる車じゃないと思うんですよ、うん、正直だって充電も場所問題もあるし、うんうん、時間問題もあるじゃないですか。でやっぱりテスラのスーパーチャージャーだったら短時間で急速充電できますけど、もう全然設置されてないじゃないですか。だからそれこそ都内に住んでてすぐ近くにスーパーチャージャーがありますっていう人だったらこれの恩恵受けられると思うんですよ。だから普通に生活してるんだったらもうそれこそ一晩かけて充電とか、出かける前も計画立てて出かけるとかそういうレベルになっちゃうじゃないですか。やっぱりね、おしゃれは我慢だけどさ、最新技術は不憫もあるよね。そうなんですよ、まだちょっとそこが追いついてないんですよ。だから頑張って買うと思ってる方はもうちょっと待った方がいいと思います、うん、モデル3ももうどんどん納車始まるんで、うん、カウンターレベルモデル3の方が僕正直いいと思います。ただお金と余裕がある方はもう絶対これ買った方がいいです。もうみんな今 iPhone3G 何それって言ってる状態なんで、もういち早くこれを体感してもらって、そしてアップデートされてきますから、うん、内容はねオートパイロットですよ、自動運転ですよ。やっぱりちょっとオートパイロットやってもらってやってみますよ、はい、あとはちょっと純粋なこの車のレビューに戻ると、ちょっとステアリングフィールが普通の車と違うのと、エンブレがちょっとそのクリープにしてもきついです。ステアリングモードを標準にしてみたらどうかな。ああ、まあ多少緩くなるんですかね。いやいや、それでもやっぱりちょっと普通の車のステアリングのフィールとちょっと違う気がします、うん。全然乗れますよ。車高もスポーツに変えてみました。この辺細かくでき
ちゃうという未来だな、うん、見てください、2車線今合流があるんで3車線になっております。で前のトラックもしっかり認識して、前のハイエースも認識して、後ろから来たノアですか、ボクシーですか、はい、エスクワイヤかも認識していきました今、はい、外界もう一つの情報です、外出のところじゃないんだ、いやすごいなテスラ、上眩しくないですね全然、そうっすね、ガラスだけど全然大丈夫ですよ、だからツッコミどころはいっぱいあると思うんですよ、うん、チリにしてもそうだし、その機能にしてもそうだし、なんでこここうなってんですかっていう、ただそこじゃないと思うんですよね、年々未来を買う感じですね、そうですね、いち早く未来は乗ったことあるのかな、未来はあります、ど未来と比べてどんな感じですか、未来の方がよりこう車っぽいというか、うん、です、さすがトヨタが作ってるだけあって、車っぽいっていうのはその車っぽいっていうのはどういう、まあ、車作ってるメーカーが作ってるよねって感じもします、うんはい、これなんかもうその操作系もそうだし、うん、こうフィーリングとかもちょっとこの、うん、違います、車作ってきたメーカーじゃないよ、僕ごときが言うのもなんですけど、うん、車作ってきたメーカーが作ってないなっていうのは感じちゃいます、うん、そういう先入観で見てるからかもしれないですけど、未来めっちゃいいですよ、新幹線乗ってるみたいですよ、これも若干新幹線乗ってる感ありますけど、車乗ってるメーカーなんだけど新幹線乗ってる、新幹線っぽいですね、なんかちょっとさ安心感あります、いいな、乗ってる感じ、走行安定性とかどうですか、いや悪くないです、全然悪くないですか、ちょっと不思議なフィーリングなんだよな本当に、ただ全然普通に多分乗れちゃうと思いますよ、ちょっとあれなのかな、異国のお友達と喋ってる感じかな、あーそうっすね、未来はちょっと日本人の、あそうっすね、そうっすね、そうっすね、友達と話してる感じがして、なんとなくこうそうっすね、フィーリングが合うかなって感じがして、こんちはちょっとそのそうっすね、なんかが違うのかなって感じがするのかな、それ完璧に意思の疎通が図れてないかなっていう、うん、でも全然意味は通じますよ、うん、だから僕これ買うかって言ったら、うん、これは買わないです。あ、そうですか、はい、ただモデル3は今めちゃめちゃ興味があって、モデル3は本当にちょっと欲しいぐらいなんですよ。え、なんで買わないんですか。いやいや、もうまず値段が高いのとあとは電気自動車正直、うん、リセールが未知数、うん、まだこれしかないじゃないですか、うん、欲しい人に行き渡ってないじゃないですか、うん、でこれの後も出てないじゃないですか、うん、だ完全に未知数じゃないですか。まっすぐでいいですか。まっすぐでいいですか。私はなくて大丈夫です。いいうわー未来だな本当に。ただいまオートパイロット中です。手は離しちゃいけません。車線と車を全部認識しております。でなんか結構そのオートパイロットの事故とか、この間もなんか運転席に乗ってなかった人がいるんですよね過激だよね、それね、はあ、だからそういうのがなんかセンセーショナルに伝えられちゃうから、うん、いやテスライコール危ないみたいな、うん、だもちろん新しい技術だからその不完全なところってすごくあると思うんですけど、うん、やっぱりそこばっかりこう追求してやっちゃダメだと思うんですよね、伸びないよね、そう技術がね、だから使う側もそのちゃんとそのあくまでそのサポートする、うん、機能だから安全に気をつけなくちゃいけないし、まだ完全なそのレベル5でしたっけ、確立してないわけですから、あとはなんかそのオートパイロットが自動運転が確立されるにはいろんなその法整備とか責任問題とかその保証の問題とかもあるらしいですよ、最終的にはでもあれらしいですよ、保険がなくなる、その個人がその保険金がいらなくなるみたいな、そういう話もあるらしいですよ、だから事故んないから、うん、ダメです、聞きませんでしたオートパイロット、え今だって、はい、外れちゃいました、外れちゃったからしょ、うん、渋滞もこんな感じで触れてるだけでいけちゃいます、でオートパイロットも全部細かく設定ができると、
確かに ACC の一歩先行ってますよね。どういった点が、なんかこういろいろ認識して物理的に見えてるところとか、うん、でも今は結構 S とかもねなってますよね。そうですね、ベンツとかも S とかの自動運転、自動運転っていうか、うん、ACC もすごいですよね、うん、車線変更も自動だし、うん、あれ追い越しも自動っすよね。追い越しも行きますね、うん、いやーすごい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 。だからそのナビと連動してね、はい、そのうちってなるかもしれないですね。あ、そうですね、そうですね。あとはテスラじゃないんですけど、なんかその街の地形を 3D でなんか読み込んでみたいなことやってるのもあるんですよ、うん、はい、自動運転解除されました。こっち行きます。いやーすごい、これはでもちょっと本当に環境と整ってる方に乗っていただきたいです僕は、うん、このすごさ。早いし、早いね。みんなテスラ乗ってみんないいよね。は、遅いって人、その人いないね、聞いたことないね。この加速がもうガソリン車で絶対感じられないこの加速感ですからね。いやマジ未来、あれ呼んだら来るっていうのもなんかそのうちになりそうなんですよね。あ、場所にね。そう、うん、それ良くないですか、自分の車に迎え来てもらうっていう、うん、ナイトライダーの世界だよ ね、 ねお客さん車納車しに行って、うん、帰りとか自分の車呼べばうーんっつって車が来る感じ。てかそしたら納車には行けないでしょ、お客さんの車通り買って車が来るでしょ。そっかそっかそっか、お客さんの車も勝手に納車っていう、はい、返しときますねって。いやでも今笑い話ですけど本当にそれになるかもしれないですからね。悪いかもしれないけど、その法整備もそうだし、だけどさ、やっぱり犯罪とかそういうのもさ、すごい劇的に変わるよね。いや変わりますよ、もう本当に世界が変わりますよ。世界は変わるよね。いや日本に住んでるとなんかあんまりこう馴染みないですけど、もう中国なんてだって深圳でしたっけ、うん、なんかもう公共のバスとか全部電気自動車だし、ものすごいんですよね今発展してて、まあね、だって去年一昨年アメリカ行った時だってもうモデル3めっちゃ走ってますもん、うん、ただそのものづくりとかそのエネルギーのイノベーションが起きたらもしかしたらあれこれ多いですよ、うん、今より圧倒的にその CO2 の排出量なんかは少なくなるかもしれないです。だって、ね、車両紹介の時も話したんですけど、その部品点数がだって3分の2から3分の1ぐらいになっちゃうかもしれないですよ。だってもう内燃機じゃないから燃料ポンプもいらないし、燃料のタンクもいらないし、プラグもいらないし、大丈夫、整備士いなくなっちゃうよ、ね、いや本当っすよ。整備士もいなくなっちゃうし、僕たちの車販売する人間も今ねテスラなんかを全部ネットで買うじゃないですか、いらなくなっちゃうんですよ。それもすごいあのイノベーションらしいっすよ。そうそうそう、結局あのテスラってそのディーラーあるっすけど、うん、ディーラーなくても成立しちゃうっていう、広告宣伝もほぼ必要ないっていう、ね、イーロン・マスクがツイッターでつぶやくだけっていう、うん、新しいものができてもそう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 、なくなっちゃうんですよ。いやまあ全くなくなるってことはないと思いますけど、うん、でもやっぱりね限られた人とかやっぱりなっちゃうよね、はい、なりますね。 YouTuber は大丈夫ですか、つっち。あ、すごい、見てください、逆走の自転車を今読み込んできましたよ。車道を逆走する危険な自転車の方いらっしゃいましたけど今、はい、ちゃんと認識してました。認識してる。大丈夫ですか、話もありますけど、はい、YouTuber はダメじゃないですか。ダメですか。いやでも YouTuber だって一昔前に考えたあのと比べたらもう考えられないじゃないですか。だって、そう、ね、考えられないね、個人がテレビ局ですよ。そう、ね、うん、もちろんその影響力の大小はありますよ、うん、けども個人がやろうと思ったらテレビ局と同じことができるってすごくないですか。すごい、ね、うん、全世界に発信できるんですよ。そう、僕のこのしょうもないカミカミのトークが全世界に発信されてるんですよ。すごいですよね。だから本当にもっと進んだらさ、もっと翻訳みたいな感じになってさ、こういうやつを勝手に英語だったり変えれって言ってました、言ってました、それは。だからもう全世界にさ普
通に見れるようになる感じになるでしょ。だ多分そのどんどんそういう技術が進んでいったら言葉の壁がまずなくなるっていう。だ子供の壁だったり、あとお金の壁もなくなるよね。そうなんですよ。お金もね、全部。どうなっちゃうんですかね。どうなっちゃうんだろうね。やばいっすよね。いやー。人がなくなっちゃうね。未来を感じました。はい、それじゃあ場所が変わりまして、浦和店に行かせていました。はい、というわけで、ちょっと小山さん一曲歌っていただいて。はい。で、浦和店、あの、充電器がスーパーチャージャーじゃないんですけどテスラの充電器設置してますんで本体の方はこうです。なんと充電ができちゃうということで、はい、ちょっと充電してみたいと思います。気を見ない。確かに僕も充電初めてです、はい、これ開けてブスッと刺すだけでいいんですよね。刺すだけで、はい、ズキュンってズキュンっていうちょっと効果音を入れておいてください。そうするとここが緑点滅になってちょっと中行ってみましょうか、はい、メーターのところにね。なんとメーターに充電中、なんとじゃないですね、当たり前ですね、うん、こんな感じで充電中って出てこっちにも充電の状態が出ると。だやっぱり進化を発揮するのはスーパーチャージャーですね。だって残り時間だって16時間ですよ。だから一晩帰ってきたらもう刺すって感じですね。はい、で本当にその15分とかで300キロでしたっけ、はい、充電するんであればその都内とかに設置されてるスーパーチャージャーを利用するのがいいんじゃないか、はい、あとは一般的なチャデモの充電、これをテスラに変換するケーブルもついてますし、はい、あとは 120V から 240V かなで使える充電器もついてきます、はい、だから時間にゆとりさえあれば、うん、割と充電場所は困らないかなっていう感じですよね。充電場所いろいろあります。じゃあスーパー進化を発揮するスーパーチャージャーの場所がちょっと少ないと、はい、そうですね、埼玉県だと川口だ、ね、川口ですね、はい、まあ、これはそうですね、なっております。ものづくりだなんだって熱く語ってたツッチーですが結局あ、食えないところだ。結局こんなゲームを楽しんでおります。仕事です。うわでもこれめっちゃむずいっすよ。マリオカートみたいな。うわあ。だこれ充電中にこれ遊ぶんですよね。楽しい。これだけじゃまあまあ面白い。これだけじゃなくてなんかいろいろあるらしいですよ。うん、これはあれなのかな。通信じゃないの？入ってるの？あ、これは入ってるやつ。入ってるやつ。通信じゃなくて。で Wi-Fi 繋げばいろいろ見れるみたいですよ。うん、Wi-Fi がね。こんなの。はい、最後になりますけれども今回このお車、はい、なんで入庫してるかっていうと、はい、まあ、ちょっとね動画の中でもお話ししましたけど買い取りをさせていただきましたということで、はい、なんでいろんな車買い取らせていただいて。そうですね、まあ、まあ、モデルあのテスラやるっていう第一声からだったんでそういうことなんですやりますっていうことで、はい、なんでこういう電気自動車なんかも場合によっては、はい、場合によってはじゃないですね、あのご相談いただければ、はいはい、ご相談いただければ買い取りできますので、うん、お気軽にお問い合わせください、はい、というわけで今回はテスラモデル X をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。